ヘビ使いを制御とする氷白民ジャーティヘビ使いは、ヘビを使った大道芸を制御とするもの。ヘビ使いは、ヘビが入っているカゴやザルの前で笛を吹き、コブラを操るように見せる芸を行う。この際のコブラの動きは、笛の音に反応しているものではなく、ヘビ使いが足でカゴを叩く振動や目の前の笛の動きに反応しているものである。発祥のインドでは、 数十万人ものヘビいが存在していたが、2000年代後半から、インド当局が野生生物保護法の適用が、幻覚化しコブラの捕獲が事実上不可能となった。警察による摘発も進んだため、2010年代に入ると、インド国内からは、急速に姿を消している。オリエンタリズムの画家の題材の一つとして、多くの画家によって、ヘビいが描かれた。 キングコブラ。ナショナルジオグラフィック。http://www.nationalgeographic.co.jp:/animals/reptiles/kinge-cobra.html2013 年10月25日へ閲覧ヘビ使いが失色物乞に。 イコール生物保護法で消える伝統。25万人が、貧困直面インド。時事通信社。http コロンスラッシュスラッシュ www.jiji.com スラッシュ jc スラッシュ zc。k イコール20万1308。2兆130億8180万962013年10月14日閲覧。<話 AUDIO> ありがとうございます。